はい、みなさんこんにちは。こんにちは。チェコミナリです。はい。はい、じゃあ今日も始めましょう。そうです。今日は、まあ、そろそろ夏終わるから。終わります。そう。寂しい。だから、ちょっと今、タイムの夏料理。夏の材料。はい、これは庭のトマトじゃないですね。じゃないですね。あんだけいっぱいトマトあったのに、庭にね。いっぱい食べました。けど、私たちの、そう。けど、その私たちのトマト、美味しい。はい。けど、その形、全部違います。そうでもそれがいいじゃない。まあまあそうね、美味しい。夏も終わるしビールも飲みましょうか。これちょっとすごいビール。そう、彼はもうビール大好き。夏の間だけ。そうと、これなんというその名前は何だった。グルテンゼ。そう、グルテンゼ。けどそのなんとかビール、ああ、地ビール、アルティジャーノ。そう、地ビール、職人の手作りのビールという地ビール。そう、その日本でまあ流行った流行った、イタリアも流行ってる。イタリア、そうね、そうね。けど私はけど赤がありません。サルテチン、ちょっと過ぎた。何度か便利便利。サルテエビは乾杯。あ、美味しい。フルーティー。トマト。はい。OK。だから、そのポモドリ、インパデラ。ね。その、フライパン。そう。フライパンで焼く。前菜。そうですね。と、その、温かくでも、冷たくでも、美味しい。はい。では、材料。材料。トマト。今日私は4つ。ね。と、ニンニク、私は、その、2かけら。はい。と、パセリ、ちょっと、オレガノ、はい、これもちょっと、オリーブオイルと塩。はい、本当に簡単。この料理、とにかく私のおばあさんがよく作ってた夏で。はい、はい、では始めましょう。はい、トマト。トマト。もちろん、もうあったね。はいはい。半分、はい、切ります。はい。OK。とりあえず1個見せる。あとで他のやつしますね。はいはい、はい、その種全部取ります。はい。あ、本当にその柔らかい部分だけ取ってるね。真ん中取ってないもんね。真ん中取ってない。そのこれ本当に水。水っぽい。そう。OK。はい、でとりあえずその他の材料準備するまで、はいはい、そのこんな感じ、置いておきます。だから、その…あ、水が下に落ちるってこと、ね、そう、ね、うん。だから、とりあえず、オプス。はい、待ちます。ティック。はい、切れた。こんな感じで水を落としてますね。そうですね。はい、と、この全部、取った…はいはい、これは、種、ね。捨てます。はい、けど私たちは鶏あげるでしょ。まあ、そうね。OK、だから置いておきます。その、パセリと、はい、ニンニク、はい、細かく切ります。はい、はい、ね、OK、細かく切りましょう。そのトマト余ったら、か、別にそこまで美味しくなかったら。あ、そうか、その、なるほどね。ちょっとトマトが美味しくなかったら、こういう風に料理して味付けたら美味しく食べれるってことですね。なるほど、だから夏の終わりとかにいいですよね。もちろん、トマト美味しかったら、はい、まあ、それでいいですよ。はいはい、もっと美味しい。あ、それはそうですけど。ニンニク。はい、もう切りますね。はい、はい、これも細かく。せ、ちなみにこのニンニクも私たちの庭で採れたニンニクよ、ま、さっき考えてた、本当に大きくて美味しそう。だから見た瞬間と、うん、これ私たちのニンニク、本当に良かった。香りもいい、美味しい。あ、そうそうそう、いい香りですよね。と、自分たちの庭で作ってるから安心。そうね。 OK、はい、これもできました。この中入れます。はい、はい。あ、これパセリもニンニクもだから庭のやつじゃん。そう。いいですね。ちょっと塩。はい、塩。オンパディオリガノ。ちょっとオリガノ。で、
ちょっとちょっとじゃない、結構入った。でまあ、リーチが好きだからね、皆さんはお好みで、お好みの量を入れてください。ちょっと、オリーブオイル。え、うん、OK、これとりあえず置いておきましょうね、はい、けど近く来て、はい、行きまーす。鍋、はい、鍋というかフライパンね、はい、フライパン、ちめっとうんごちょっとオリオ、はい、ちょっとオリオイル、そうです、つけます、温めるね、はい、ままはい、温まるの待ちます、はい、本当にもう1分、はい、そうですね、1分ね、今ちょっと温かいみたい、はい、こんな感じだから、なんというお尻外、はい、の上入れます、あ、感じね、イメージの反対だ、後で反対になりますね、うん、これちょっとだけ、あー、なんかかっこいいね、ででー、何のマーク、梅のマークちょっと置いておきましょう、はい、2分ぐらいね、2分ぐらい、そう、 OK、 待ちます、 OK、 2分経った、はい、そうですね、これとりあえず今見た目あんま変わらんけどねそうね、はい、けどちょっと変わったね、ちょっと変わった、はい、その消します、とりあえず、あ、消す、はい、一回ちょっと塩、そのお尻で全部振る、置いておきます、はい、と、今、裏返す、はい、今、この中、私たちのやつ、はい、足らなかったらもう一回作るあ、はい、あ、でも結構入るんね、これそこまで、じゃ、とにかくちょっと緑、はい、入る感じ、あー、でもなんかこの食前酒というか前菜にいいですね、ちょっとそうリッチな感じがする、リッチというか本当にシンプル、ライト、はい、美味しくてけど同時に、あー、ちょっと健康健康かそっちや、いや、なんかリッチっていうのはやっぱり丸々半分使ってるのってなんかこうダイナミックでリッチな感じがしない、なんかやめてるわ、ポソッパラコゼティック、あ、ちょっと上にも塗る感じね、バチェネポコね、 OK、 こんな感じ見て分かるのかな、うん、うん、その下オリーブオイルがあります、はい、え、もしなくなったら、はい、ちょっと入れてね、はい、うん、こんな感じ、はい、もう一回つけます、10分ぐらい、10分、はい、大きさによる15分、はい、とりあえず10分、はい、やってみましょうね、はい、10分待ちます、はいはい、アフィアマ、ビーバ、ね、だから途中のやつ、ちっちゃいちっちゃいじゃなくて大きい大きいじゃなくて中火、あ、中火、はい、アンドラ、見た目ちょっと同じけど、その触ったら、はい、柔らかい、柔らかくなったね、はい、けど別にちょっともっと柔らかくになってほしいから、はい、ちょっと最初10分、他の5分、はい、入れます、もう5分ね、5分、はい、足らなかった、はい、 OK、 はい、どうですか、見て、中全部もう水分出したでしょ、あー、ほんまやね、ほんまやね、中に水分が溜まってるね、そうね、と触ったら今この形がある、その皮があるから、はいはい、ね、皮なかったらもうブルブルになる絶対OK、 あ、ですそのこれ蓋取った、はい、ちょっともっとちょっと2、3分な、水分飛ばす、その、そうですね、と、ちょっと下、ちょっとだけ焦げる、はいはい、の、もっと美味しいね、
はいはいはい、だから一緒に。なるほど。だから全部で20分ぐらい焼いてる感じね。そうね、20分ぐらいで。そうですね、はい。はいはい。OK。だから別にこの焦げるのはなし。はい、ちょっと煮たら。そうね、焦げてるね。はい。焦げとかね。おー、出た。すごいね。OK。完成。完成。完成。うーも入れてた。ね。はい。さあ、そうですね。いただきます、はい、いただきます。いただきます。これがカルディッシモ、暑いよ。いつも言わないといけない。ちょっと言えないんじゃない。おお。何のそのティビアチェ。うまい。うまいね。パセリうまい。トマトなんだけど、パセリがうまいって感じだね。うん。うまいね。うん。うん、そう、とやっぱりドロドロになってるね、崩れる。そうけど実際にこのトマト美味しくないね、ね、そこまで。まあまあだからこそトマト美味しくない元々のトマトがね。そうだからこそこの料理 したから美味しくなった。そう、実際にそう。トマトのおばあさんこれずっとしたね。うん、うん、夏で簡単でいろいろな種類がある、うんね、ちょっとパン粉入れてるな人たちもはい、いる。はいはいはい、なるほど。違うなスパイス。だから別にパセリプラス、はいローズマリー、例えば。あ、でもこれ今バランスいいよ。私は好き、これ。どうその思い出だから別に私はこの慣れてるこの味。そうですね。そうですね。どうなんていうの、その軽いという、軽いから、なんていう、食欲ない時でもこれだったらいっぱい食べれる感じがするね。うん。どうその夏だったら本当にその冷たくて美味しい、これ。あ、冷たくしても美味しいですね。なんでもこれからの季節、この暖かいのがいいですね。でもね、そう。はい、もう、私は夏好き。私は冬も好きなんだけどね。実際。にゃん。はい、美味しかった。にゃん。美味しかった、ね。もう一個食べたい。はい、食べました、見ます、今からね。はい。ということで、皆さんもぜひぜひ試してみてくださいね。そう、簡単。美味しい。美味しい、はい。そう、ね、シンプル。別に、本当にシンプルね。そうですね、シンプル。健康的。美味しい、本当に美味しい、美味しい。ではでは、またまた、チャオチャオ、ボナペティト。チャオ、ボナペティト。次のファミリーバンビリコで、チャオ。チャオ。